僕らの別荘。この間道歩いてたら警察にちょっと呼び止められて、おめえどこ中でやってるだ言うか警察がなんでヤンキーなんだよ。ちょっとちょっと飛んでみろよって警察がカツアゲ小銭よ、しかも言わないし持ってんじゃねえかよって言われたなんで俺もジャンプしたんだよそこで。この1000円拾ったんですけどって言われた警察から俺が警官に見えたのかな。だとしても変だし。コンステーション友達から借りたやつなんですけど。疑ってねえよ警察官って、あの白いやつね。疑ってねえよ。逮捕しちゃうぞって言われたかわいいな。ハロウィンのタイプの警察ね。部長って言って逃げた任意ですけどって言われた早いスマホ持ちたから撮影しますよ撮影しますよ逆なんだって全部やられる側がこういう気持ちだぞって言ってやってくんのかな。で続きは言えるかこの話の流れで。